どうなんですか、怒ってるって聞いた時っていうのはどんな感じで挑むの、役者さんとしては。僕とりあえずあの戦隊もの、まあ、ウルトラマンっていうよりは、戦隊ものって若いうちしか出れないイメージじゃないですか、新人の子がやってるってイメージだったんで、はい、うん、もう俺はもうこの 2,3 年であの戦隊ものできなかったら芸能界引退するぐらいまで事務所に行ってたんですよ。で、あのマジレンジャー落ちて、はい、仮面ライダーカブト落ちて、あれ仮面ライダーも出てた、あ、僕カブト、おや、はい、まあでも水島ヒロには勝てないなと、が、はい、最後にそのウルトラマンメディウスに歌ったっていう意味で、僕が言って事務所から聞くんですよ。あ、事務所から電話があって聞いたんですけど、まあ、正直あの、僕ウルトラマンに関しては本当に落ちたと思ったんですよ、っていうのも、僕オーディション遅刻してたんですよ。おや、またそんな面白い話か。そうなんですよ。